じゃあ、今日の、ジオナイト2022をこれから始めたいと思います。で、ジオパークでジオキャッシングということで、今日は古橋先生にジオキャッシングのやり方説明いただいて、で、同時に、ジオパークの方にも入っていただいているので、まあ、ジオパークに関する説明なんかも共有できればと思います。そしたら早速ですけれども、古橋先生、よろしくお願いします。はい、では、どうぞよろしくお願いいたします。今、画面の方を今日のポスターのタイトルに切り替えてありますが、はい。マックスで1時間半ですけども、ある程度こうお話をした上で、あと残り時間を質疑応答という形に使いながらですね、少しディスカッションも含めてやっていきたいなというふうに思っています。はい。まず、古橋の方から、簡単に今回の企画内容、どんなことをやるのかということのデモンストレーションを行っていきます。はい、どうぞよろしくお願いします。重ねて、先ほど入られた方も含めてなんですが、今回、ウェビナーという形で、ズームのウェビナー機能を使っているんですが、通常の参加のされている方は、個人情報が出ないような形になっています。で、パネリスト等々の方々が喋れる形になっていますが、すべて動画を録画してますので、今日参加できなかった方にも後で見ていただけるような形で考えてますので、多分ジオパーク関係者の方とか、あと、ジオキャッシングの関係者の方とかですね、また日本地図学会、地理学会、IGU と、今回の主催のチームに共有をする予定です。はい。で、今、15人、はい、徐々に増えてきてますね。で、今日も、よいしょ。趣旨としては、ジオナイトという形で、もともとは、4月の金曜日からに、の夜に、世界中の、地理、だとか、地図だとか、そういう、IGU という、国際地理学会というのを日本語で言ったとしのが、イベントとして、世界中で、地理、地図に関連するイベントで、特に、楽しむ、地理に触れるとか、地図に触れるということを重視しながら、こう、イベント、楽しむイベントをどんどん企画していきましょうという、そういった企画が、世界中、ジオナイトという名前でやっております。で、この今日のイベントに関しても、日本のジオナイトのイベントという形でグローバルに登録されているものです。それ以外にも、ジオナイトのサイト参加していただく、ウェブサイト見ていただくと、世界中いろんなイベントが、多分、4月1日は多分早い方だと思うんで、これからいろんなイベントがどんどん企画されていくんじゃないかなというふうに思います。改めて僕自身は、古橋と申しますが、青山学院大学で、今日の立場で言うと、日本地図学会も加わっていて、そちらの学会の方から参加しております。はい。個人情報とかはどう残ってるのかは、あまり、重要でないかなと思って、この顔で、この QR コードで、この SNS でいろいろ発言してますので、後で今日のイベントの参加の仕方の中で、インスタグラムとか紹介しますけども、SNS で見かけた時には、今日話したのこのフラジだなというふうに思っていただければいいかなぐらいです。はい。で、青学で、やってますよというのとですね、地図学会がメインではあるんですけども、地図を楽しむっていうところの中では、一次方言も、がっつりハマってる口ですので、ポケモン GO とかやってるとですね、今、レベル41になっておりますし、イングレスという一次方言もあって、今、レベル15、で、最近って言っても、半年前ぐらいに始まった、ピクミンブルームだと、今、レベル43ぐらいになっていて、こんな形で、それぞれ一次方言ゲームとしても、いろいろ地図とか、その現場をフィールドワークしながら、ゲームを楽しむっていう文化っていろいろあると思うんですけども、ジオナイトってこういう、楽しむ、現場を楽しむための一つのアプローチを皆さんに紹介しながら、一緒に楽しむ場を作っていくってことが大事かなというふうに思っているところです。で、あとちょっとテクニカルなところを毎回ちょっと説明しておいた方が、きっと、ジオナイトの趣旨に合うのかなということで、これ前回もですね、前回2021年から実は日本のジオナイトのイベント始まってまして、前回は、もうこういう話したんですけど、やっぱり GPS っていう技術が非常に普及したことによって、位置情報とか、フィールドワークをサポートする、現在地の情報がデジタルで誰でも受け取りやすくなったというところです。で、GPS というのはあくまでアメリカの軍事衛星
としての測位衛星ですね、グローバルナビゲーションシステムという名前なので、まあ、固有名詞なので、もっと総称するといろんな国が GPS のようなものを挙げているので、これは総称して GNSS、グローバルナビゲーションサテライトシステムという形で、ロシアだとグロナスとかですね、ヨーロッパだとガリレオとか、中国だとベイドゥとかですね、まあ、いろいろ似たようなものがあります。日本だと導きということです。はい、で、まあ、GNSS はそういう意味で言うと、GPS のようなものをこう総称したものになりますし、もともとやっぱり2000年ですの5月ですね、日本アメリカの GPS 衛星は、それまでは軍事用という形で、非常に精度が荒い30メートルぐらいの精度のデータだけは公開されていたんですけど、より細かく、まあ、数メートル精度で位置を特定したいと思うと、それは自由には使えなかったというのが2000年前の話です。それが2000年の5月、ちょうど米国のクリントン政権の頃に、米国が運用する GPS の、まあ、ノイズですね、人為的にかけているノイズを、まあ、解除したと、SA という、まあ、シグナルを解除したという形で、これで、まあ、通常の人も、数メートル誤差で位置が特定できるようになったというのが、まあ、劇的に変わってきた。で、まあ、こういった状況でもう20年以上の歴史がある中で、GPS だけではなくていろんな測位衛星が飛び交うことによって、もともとは単独測位で、まあ、技術的には30メートルぐらいの位置精度だったというところが、数メートル精度に、まあ、ぐっと上がったので、じゃあこれを使った遊びっていうのがいろいろできるんじゃないかということが、ちょうど、まあ、今から20年ぐらい前に世界中でいろんなアイデアが生まれてきました。で、例えばという形で、GPS ドローイングというのは実は前回紹介したものです。GPS ドローイングというのは GPS の位置測位を使って、自分の居場所をこう記録しておくことによって、まあ、毎秒とかですね、最近の GPS だと実は1秒間に5回ぐらい記録できるものもあるんですけども、何時何分何秒にどこにいたかということをこう記録する、まあ、それをデジタルなお絵かきとして見立てると、自分が移動することによってこう地図上にデジタルな追いかけができるよねっていうのが GPS ドローイングであり、まあ、日本語だと割と GPS アートっていう言い方をする人たちも多いです。まあ、こういうことも一つのこう、まあ、GPS なりこういった位置情報を使ってフィールドワークを楽しむ一つのアプローチなんじゃないかなということで、昨年はこのジオナイトではみんなで GPS ドローイングをやろうという企画をやりまして、それで、いろいろとこう街でお絵かきをすると。形ですね、これはまあ、こういうことって実は古橋自身がいろんな大学の非常勤講師とかになっていまして、うちの学生だけじゃなくていろんな全国の大学生、まあ、この GPS ドローイングの授業の一環で取り組んで、作品作ってもらうとこんな感じでこう鳥とかですね、ブーツとかですね、こういうことをお絵かきをしてくれるというふうにやってき、ております。はい、で今年はですね、まあ、毎年同じことやっても、まあ、運営する側も面白くないですし、やっぱり新しいことをチャレンジすると面白いかなというところの中で、今年2022年をですね、キーワードとしてタイトルにも書きましたけど、ジオパークというキーワードとジオキャッシングというキーワードを組み合わせて、まあ、フィールドワークを楽しもうというそういった企画をしております。まあ、とはいえ今夜なので、今まさにみんなで外に出かけるわけではなくて、これから説明するやり方で、ぜひジオキャッシングという、まあ、遊び方とジオパークというフィールドを、体験してもらって、時間のある時といいますか、逆に言うとこれをきっかけにジオパークに足を運んでもらいたいなというふうに思っているところです。はい、で、ちょっと先に言葉を説明して、その後デモンストレーションをやっていきたいなというふうに思っていますが、ジオパークは、ご存知の方もいらっしゃると思いますし、初めて聞く方はですね、まあ、ジオという、まあ、地球とか大地、まあ、これ本当にジオパークの日本ネットワークのサイトからそのまま引用させていただいてるんですけども、まあ、地球とか、まあ、ジオグラフィー、ジオロジー、まあ、ジオ、なんたら作る、大体地球に関連するキーワードになってるわけですけども、まあ、地球を感じられる、しかもパーク、公園であるというところで、まあ、感じるというところの中でやっぱり、まあ、学問的な学びももちろんありますし、やっぱりその場を楽しむということも含めて、まあ、ジオパークという空間、まあ、ジオパークというエリアが設定されている中で、そこに行くことによって、まあ、なかなか普段こう出会えないような、景色だとか、まあ現象だとか、景観だとか、そういったものを楽しむことができるし、まあ、そこからの、まあ、得られる大きな学びというものもあると
ということで、まあ、日本、世界中、いろんなジオパークが存在していますというところです。で今、日本のジオパーク、日本ジオパーク委員会が認定している地域が46地域あります。で、そのうちの9地域がユネスコにも登録されているという形になっていますので、まあ、世界で認められているジオパークと、あとは、日本としてあの認められているパーク、ジオパークと、まあ、大きく日本国内でも2種類ありますけども、まあ、46地域、まあ、いろいろあの結構やっぱり、まあ、日本はどうなんでしょう、ちょっと他の国僕ちゃんと比較したことないんですけども、きっと日本多いんじゃないかなというふうにあの勝手にコメントしてます。あの逆に後で教えてください。あの、多分いろんな要素が詰まっているので、日本全国46地域、これもウェブサイト、日本ジオパークネットワークのウェブサイトから引用させていただいてますけども、まあ、日本全国にこう配置されているという形で、結構あの本当に周り見渡すと、これ全ての都道府県にあるかと言われると、広島県、岡山県、鳥取県だけはないのかな、といくつあの三重県もないのか、はい、とかあの、各県に必ずあるかというとそうではないかなというところではあるんですが、でもまあ、 あのちょっと遠出すればすぐにこうアプローチできるところがたくさんあるかなというふうに思っているところです。はい、でこれだけのこうジオパークがある中で、今回ですね、あのこの企画に賛同していただいて、まずちょっとやってみようかっていうふうに手を挙げていただいた、場所が、6カ所、あれちょっと待って、1、2、36箇所ですね、合ってますね、はい、自分で作っといて、はい、6箇所ですね、はい、手を挙げていただいてます。はい、それぞれ三笠、湯沢、銚子、豊井川、沖、三島村、機械カルデラ、という6地域のジオパークが手を挙げていただいて、この地域の中で、ジオキャッシングをちょっと実験的に、公式に、スタートしてみようというふうに話をあの進めていただきました。はい、なので、この後説明するジオキャッシングというゲームのルールをあの後で説明しますけれども、今まではですね、ジオキャッシングというのはかなりこうボランタリーに運営されている中で、ジオパーク、まあ、日本ジオパークネットワークの事務局から許可を取ったわけではなく、まあ、ある意味勝手に置いていた部分があります。でもやっぱりジオキャッシングやる人もジオパークに行く人も含めて、やっぱりこういったこう楽しみ方とかを、何でしょう、が好きというか、こういう楽しみ方があってもいいんじゃないかっていうことと、逆に言うとこういうきっかけがあればもうジオパークどんどん行っちゃうよっていう人たち、まあ、そういう人たちつながるとすごくやっぱりいい方向に向いていくんじゃないかなというふうに思っているところです。いずれにしてもあのもう結構長い時間、半年以上あのジオパーク、日本ジオパークネットワークの皆さんにあのいろいろと議論もしていただいて、意見交換もさせていただいた上で、あの本当に6カ所実験的にスタートできるというところで、多分あの本当にこういった形であの公式にジオキャッシングの、まあ、宝箱を設置していいという許可をいただく、これケースすごく珍しいんじゃないかなと思いますし、まあ、これをきっかけに、いい形で残りのジオパークの方々にもこうあやっぱり面白そうだなと思っていただいて、ぜひ、6地域からさらに広がっていくとあのいいなというふうに思っているところではあります。あの先に言っちゃうとあの今年だけじゃなくて、やっぱりあのどんどん、継続的にこういったことを広げていきたいなと思ってますので、今年で終わるわけではないというところをぜひあの記憶に留めておいていただければと思います。あとですね、よいしょ。まあ、今回、ジオパークの中にジオキャッシングを設置するということを公式に許可いただいた、しかもまだあの限られたところではありますけれども、その中でやっぱり、いろいろ気をつけないといけないところってたくさんあるというところで、あのいろんな議論をさせていただいたんですけども、やっぱりあのジオキャッシングをジオパーク内に隠すだとか、もしくはそれを探すっていう行為そのものを楽しむときに、まあ、最低限こういうルールをきちんと守りましょうねという、今回行動規範ですね、あの英語で言うとコードオブコンダクトという言い方をするんですけども、やっぱりあの
僕らのコミュニティも含めてですね、みんなが気持ちよく楽しめるための、ルールというものを明確にすることによって楽しみ方がきちんと共有できていくんじゃないかなということで、今回行動規範も共有いただき作っていただきました。これ多分細かな情報のサイト等々は多分これから準備されていくと思いますので、これすみません、僕も状況把握してないんですけども、長谷川先生、地図学会、地理学会とか IGU の方でこのあたり の資料の共有って考えられてます？多分ジオパーク、日本ジオパークネットワークさんにのウェブサイトに最終的に公開いただいた上で、インスタグラムのアカウントから共有していくような形になりますかね。とかなんとなく、まあ、この辺全然段取りを確認してなかったんですけど、自分で喋りながら。そうですね、地理学会とか地図学会は多分その、実施する広報とかをホームページに載せてるんですけれども、それ以上のものは今のところその学会ホームページに載せるっていうことは多分想定してないと思います。そうですよね、はい、なので、はい、まあ、作っていただいたっていうところと、まあ、もちろん僕らもいろいろこうアドバイスコメントさせていただいたので、日本ジオパークネットワークの方でのウェブサイトにきっと常に公開してます。ありがとうございます。後でチャットで、URL 載せていただければ、後ほど最終版を、はい、ワードのファイル等々では確認後ほどしてるんですけど、すいません、こんな形で、はい、ありがとうございます。では後ほど、ありがとうございます。じゃあ、これでしょ、今紹介いただきました。ああ、すごい素晴らしいですね。あ、29日に、すみません、本当に数日前です。はい、ありがとうございます。これ後で資料の方に載せてますし、これ今 URL チャットに皆さんが受け取れるように全員皆様に、はい、こちらの方から共有しました。ありがとうございます。はい、最後ドタバタで駆け込みでしたが、はい、こんな形で日本ジオパークネットワークの方に行動規範の方を共有いただきましたので、ぜひ見ていただければと思います。結構本当に細かく書いていただいたというところなので、このあたりも目を通していただければと思いますが、よいしょ、まあ、この辺の基本的なルールのところも後でちょっと概要説明をしていきます。はい、で、ありがとうございます。ジオパークというエリアの中でジオキャッシングを楽しもうというところの中では、後半戦といいますか、ジオキャッシングについての説明に移っていきたいと思います。で、ジオキャッシングは、これはですね、まあ、日本語で言うと、まあ、宝探しゲームです。位置情報を使った宝探しゲームです。しかも、何でしょう、ポケモン GO とか位置情報ゲームって、まあ、基本的にスマホがあればデジタルで成立するんですけども、何かこうリアルに、まあ、リアル空間って言いますか、現実空間に何かが隠してるわけではないことがほとんどですけども、ジオキャッシングはですね、世界300万箇所に実際に宝箱が隠されている、それを GPS の情報とそれ以外の補足情報をもとに、自分で探しに行って見つけるという、まあ、そういうゲームになります。はい、で、ジオキャッシングという言葉で Google 画像検索とかしていただくとですね、キャッシュというのが、まあ、いわゆる箱ですね、隠す宝箱ですね。で、その宝箱の箱をコンテナって言い方もするんですけども、このジオキャッシュが、大きいものから小さいものからですね、いろんなところに隠されていて、その隠した場所の緯度経度は公開されているというところです。で、中開けるといろいろこう大きいキャッシュコンテナだと、中におもちゃとか入っていて、まあ、それをこう持ち帰ることもできますよという形で、割と子どもとかすごくこれやるとですね、ハマるのと、まあ、親子で楽しむこともできますし、もちろんこう本気のガチ勢と呼ばれるジオキャッシングをやってる人たちはもう普段の生活の中でちょっと時間があったらとか、逆に言うとジオキャッシングのためにどこどこに行くみたいな、そういう行動パターンを取ったりします。はい、で、ジオキャッシングの楽しみ方なんですが、まあ、今回のジオナイトとしての楽しみ方と共通になりますけども、まあ、ぜひジオパークに行ってですね、すでにジオキャッシュが設置されているところに関してはジオキャッシュを探すということをチャレンジしていただければなというふうに思っています。はい、で、あとはですね、ジオキャッシュをやっている方々とも一緒に盛り上がっていきたいなと思うと、まだまだやっぱり設置されていないところもたくさんあります。ですので、今度はですね、経験値を積むとですね、今度隠す側に回れるって言ってです
ね。なので、ぜひジオ、これを見られている方、ジオキャッシュの経験者の方々で、特にジオキャッシュをもうメンテナンスする各数側の、方々は、ぜひ先ほどの6地域のジオキャッシュ、あ、じゃあ、ジオパークのエリアに、をいろいろとこう眺めていただいてですね、ここに隠そうかなみたいなことを、ぜひ、いろいろとこう頭を巡らせてですね、ぜひ一緒に隠して、ゲームを盛り上げていただければなというふうに思っております。まずちょっとこのあたりのやり方を簡単にデモンストレーションしていきます。はい、では、ジオキャッシングのプレッション。ジオキャッシングのサイトは、これは民間企業のグランドピークという会社が運営しているものです。ただ、かなりグランドピークとも何度かやり取りをしたことあるんですけども、非常にこう、運営そのものがボランタリーにできていて、隠すとか見つけるとかも含めて、コミュニティ作りがすごくうまいなというふうに思っています。また、もう歴史的にも20年以上の実績がありますので、非常に、そういう意味で言うとこれ始めてもいきなりこれサービス終了ってことはあんまりなさそうだなというところもあります。で、アカウントそのものは自分で無料で作れますので、ぜひ作っていただいて、古橋はすでにアカウント作ってますので、アカウントログインしていきます。ちなみに Facebook のアカウントを持っている方は Facebook のアカウントと紐付けることができます。今、これ古橋のアカウントでログインした状態です。画面の右上のところに古橋のアイコン出てきてますけども、古橋は今、現時点で52個見つけたという実績があります。はい、で、あとスマホのアプリもありますので、今から説明することはスマホのアプリでも同じようなことができます。インターフェース違いますけども、今日は画面はパソコンの画面の方で進めていきます。はい、でまずログインをします。で、次ですね、アカウント作ってログインしていただいたら、サーチジオキャッシュニアユーという画面左下にある地図の画面に飛びます。Go to マップですね。はい、でそうするとですね、今自分がいる場所の近くの、今古橋はですね、所沢に住んでるので、埼玉県所沢の周辺のジオキャッシュの位置が、この地図の上にですね、こう緑色のマーク、アイコンで展開されているのが、ジオキャッシュの設置されている位置です。で、ちなみに見つけたものは見つけたと報告するとですね、このニコちゃんマークに変わります。古橋はですね、所沢に住んでいて、所沢の航空公園という公園の中にたくさん隠されているんですけども、そこを、暇があると片っ端から見つけるみたいな形でやっています。こんな形でこう密になっているところもあれば、あまりこう細かく入っていないというところもあります。はい、で、せっかくなのでジオパーク行きましょうか。僕まだ糸魚川は通過してしかしてないので、糸魚川のジオパークも含めて、ちょっと行けるところどんどん行こうかなというふうに思っていますが、移動したらまたこの範囲を検索というボタンを、押していただければ、こんな形で、今の地図の画面の中にあるジオキャッシュが、アイコンで出てきます。で、市内からいろいろとありますけども、これクリックすると、一つアイコンクリックしました。今、ジオパークのジオキャッシングイン宮間公園でしょうかね。ここに設置されているよというか、これ、しかも、最近だ。2022年の3月22日に、27日に、早速、ありがとうございます。違うな。これ最後、レゴログだ。すいません。設置されたのは、2015年の10月7日。ですね、今から7年前に設置されたジオキャッシュです。ただ、つい数日前、3月27日に誰かが見つけているということで、多分これは現実存在するんでしょうという形です。こんな形で行きたい場所をこうクリックしていただくと、その場所のタイトルと、あと 最新のと言いますか、最後に見つけたのは誰か、いつかみたいなことが、書いてあります。そして下の方を見てもらうとですね、難易度、これ5段階で、あと地形、これは高さですね、あと大きさ、サイズ、こんな形で、いろいろと詳細な情報が書いてあります。
で、難易度、細かなところをちょっと後で説明しますけども、こういうこうパラメータで大体こう場所を推定するということと、あとは27日に、見つけた人と見つけられなかった人と2人いたことが今分かりました。はい、1人、お1人は見つけて、お1人は見つけられなかったという形です。見つけた場合も報告していただけますし、することでカウントされてきますけども、見つけられなかった方も見つけられなかったという報告もすごく実は大事です。これで難易度の確認とかですね、あとは逆に言うとずっとこう見つからなかったという報告が続くと多分本当になくなっちゃってる可能性もあるので、そしたらこうこれを設置する人がしている人がまたこう新たに設置するとか、そういった形でメンテナンスをしていくというところです。はい、で、より詳細なところは、この詳細とヒントという機能をクリックしていただくとですね、より詳細の情報として、こんな形で解説文が日本語と英語両方出てきます。最初に日本語で、と言いながら、英語出てない。これってあれかな？多分言語設定してないと思って。多分これ後で。英語も追加するって形なのかな。はい。通常は日本語と英語が両方併記されているような形になります。はい。で、こんな形で、このキャッシュ、単に探すだけじゃなくて、そのキャッシュを探すことによって、周りを見渡すと、こんないいところがありますよという、こういう形で、フォッサマグナミュージアムがありますよとかですね、いろんなものが見えますというようなことで、こう、その場所の想像したりとかですね。あと、親切なメンテナーの方、管理者の方は、このキャッシュは蓋とネジで固定されて、蓋がネジでこれ、プラスネジか、プラスネジで固定されているので、ドライバー、持っていくといいよ。一応、裏側、隠しているキャッシュコンテナの裏側に、工具も用意してるけど、なくなってる場合もあるからドライバー持ってねとか。あと、サイズが小さいものはですね、ペンもなかなか入れられないもの多いので、自分でペン持ってきてくださいねって、こんな形で、説明が書いてあることが多いです。はい。で、ちょっと、このまま詳細。ですね。で、あとですね、これ、スマホとか、パソコンでも確認できるんですが、ヒントっていう項目があります。説明の下のところ。で、これ、わざとですね、ちょっとしたこう暗号化されています。で、このままだと読めないんですけども、これ、解読するってボタンを押すとですね、英語で表記されます。もともと英語で書くんですけども、日本語じゃなくて英語で書くというルールですね。エレクトリカル、ハテナ、そしてマグネット。というヒントがあるので、どうもマグネットで固定されているエレクトリカルは何だろう、電気に関連するものだよ。で、こういうヒントが、出てきたりします。はい。こういったものも参考になります。あと、先ほど飛ばしました、こう、難易度とか地形とかサイズですね。このあたりの情報、5段階の中で、普通に簡単な方で1ですけども、通常もので難易度で大体1.5ぐらいが普通です。で、初心者の方はこの普通でもかなり難しいと思います。で、普通よりももっとこれは難易度高いだろうと思った場合は、それで2ぐらいですね。つまり3、4、5はほとんどこの難易度で言うと使われないとか難しすぎるというふうには思いますので、大体こう1か1.5か2かっていうので判断されるといいかなと思います。1が簡単、1.5が普通、2がかなり難しいという感じです。同じようにですね、地形も5段階なんですが、1が、地表面という形です。地表面もしくは掘ってたり、穴掘って隠してる場合もあります。1.5だと腰の高さぐらいですかね。で、2になると今度、大人じゃないと届かないようなところが2ぐらいです。はい、という形なので、これも大体1から2の間ぐらいを行き来するというところです。こういったパラメーターを見ながらですね、難易度1.5だと普通ぐらいで、地形2だと多分ちょっと大人が手を伸ばさないと届かない高い位置にあるな、みたいな形ですね。で、サイズに関しては、サイズとしては、マイクロとか、いろいろサイズがあるんですけども、小さな本当にこう指先ぐらいのサイズのものから非常に大きな、僕が一番見つけた最大のキャッシュコンテナは、筒状のものだったんですけど、長さが2メートル弱ぐらい、1.5メートルぐらいあったかな、ものすごい大きいのがあったりしました。はい、なので、これはですね、本当に様々な
ものがありますという形になります。あとは実際に地図で、移動経路を確認してもらって、どういう位置にありそうかなということを推測して実際に探していただくという形です。あと、過去に見つけた方がいつ見つけたか見つけられなかったか、あとヒントも書いてくれていたりしますので、こういったものも見て、参考にしていただくといいんじゃないかなというところです。はい、あとですね、よいしょ。コメント、見つけたときのコメント書いていただくんですけども、コメント書くときの、キーワードとしてぜひこれ読めるようになっていただきたいんですけども、実際見つけたときにはですね、キャッシュコンテナの中にログシートもしくはログブックと呼ばれる、この私は確かに見つけましたよという日付と、アカウント名ですね、ジオキャッシングのアカウント名を書いて、で、大体残りの余白が少しあると思うので、そこに TFTC、サンキューフォーザキャッシュですね、こう設置してくれた人に感謝みたいな形で、キャッシュ隠してくれてありがとうみたいな感じです。で、逆に言うと見つからなかった場合は Don't Find っていう形で DNF という表現のキーワードとかですね、いくつかこう文字数の少ないもので、こういうショートネーム、あと最初に一番最初に設置されて一番最初に見つけた人は FFFIRST FIND FTS かな、はい、キャッシュだ、ちょっとすみません適当なこと言ってます、ちゃんと、そういう言葉もあります、はい、なのでぜひ TFTC って言葉等々を含めてこのあたり覚えていただければと思います。そうですね、 FTF さん、そのことさ、パブリッシュして最初、はい、はい、TFTC サンキューフォーザキャッシュ、これをぜひ覚えていただければと思います。で、実際に、まだ古橋は見つけてないんで、ここにこう見つけたって報告はできないんですけど、ちょっと入力する雰囲気だけ見ていただければと思います。はい、で今、古橋がログインして、このキャッシュを仮に見つけたとすると、画面、PC 版だと画面の右上ですね、ログを書くというボタンがありますので、このボタンを押すことによって、ここで、見つけられたか見つけられなかったかです、ね、見つけた場合は発見。でまだこれ僕は投稿しませんけども、簡単に見つけることができました。こんな感じでポチッて押すと。であと写真とかもアップロードできるんですが、これはネタバレしないようにですね、ヒントぐらいにとどめておくというような形になりますけども、場合によってはこういった写真を追加するということもできます、はい。で、これ投稿するっていうボタンを押せば、これで報告が聞きます。ですので、この報告と、あとは、実際のジオキャッシュの中にあるログシート、もしくはログブックという紙に、この確かにこのアカウントがいついつに見つけているということをチェックされていくというのが、基本的な確認方法になります。ですので、名前書き忘れたとかですね、逆に言うとこう、ログを投稿し忘れたとなると、これ、紐付けされないので、実績としてカウントされないという可能性があります。はい、まあ、あくまで、性善説にのっとってやっているというところはありますけれども、基本的には、ログで確認できない場合には、承認されないという可能性もゼロじゃないかなというふうには思っています。なので、暮らしは投稿せずに戻ります。まあ、こんな形で、これをですね、ひたすら見つけていくと、実績が溜まっていきますよ、というところで、ぜひ、まずは探すということをやっていただければなと思います。で、逆に言うと、探された方はですね、実績をまず20個、発見していただいて、そうすると、いろんな、キャッシュ、ジオキャッシュに出会います。で、ぜひこんなジオキャッシュあるのかということを楽しんでいただければと思います。ですね、あんまりネタバレよろしくないんですけども、僕が好きなジオキャッシュの場所をちょっとだけご紹介します。
最近結構感動したのです。ちょっとストリートビューというか共有しますね。ここにジオキャッシュがあるんですけども、これ見ていただくと分かるんですけども、こんなこう道路沿いのところにジオキャッシュがあります。でですね、これ見えますかね。ここに道路沿いにですね、こう四角い、なんでしょう、施設管理用の、まあ、機械が置いてあるんですね。はい、で、もうこれに設置されているんです。これ以上あんまり細かいこと言わないんですけども、このどこにあるかっていうのを、実はこういうストリートビューに映ってるんですね。はい、で、こんな感じですごくこれ以上言わないですけど、堂々と隠されているものというものが実際あります。はい、もしくはすごくこう面の届かないところにあったりします。ぜひ、関東近辺、特に所沢周辺にお住まいの方はですね、航空公園に遊びに来た時にですね、ジオキャッシュ楽しんでいただければ、これ以上あまりネタバレすると良くないんで、こういった場所 の こういう設備の、一部分になりすましてついているみたいなものがあったりしますという、まあ、結構こういう凝る人たちがすごく多いので、ジオキャッシュをジオパーク内に設置するときもジオパークらしいものに設置しておくっていうのはきっと楽しい、まあ、僕自身もそれを楽しみにちょっと準備をしようかなというふうに思っていますが、ぜひそういった楽しみ方をしていただければなというふうに思います。はい、でいくつかちょっと注意事項と、あと最後に先ほど共有いただいた最終確定版の、行動規範もちょっと確認しながらですね、ルールの方を皆さんと共有していきたいなというふうに思ってます。で、まあ、先ほどの、糸魚川のジオキャッシュも書いてありましたけども、小さいものはですね、大体ペンも入っていないです。でも、紙見つけたら、ログブック、もしくはログシートと呼ばれる紙に、自分の名前とか見つけた日付とか書いて、おかないといけないので、ペンはできるだけ持参しておくといいと思います。はい、なので、もう、ペンあるよって書いてあっても、あまり信用せずにですね、自分のペンを持っていくと。あと油性のボールペンがいいんじゃないかなと。割とたまに僕もメンテナンスしてて1個、報告来てて交換しに行かなきゃいけないんですけども、やっぱり水でちょっと中の紙が濡れちゃってると書きづらいっていうことありますので、油性の、ボールペンは結構個人的におすすめですというところです。あと、ログとかにも書いてあったり、ジオキャッシュやられてる方の普段の会話に出てくるんですけど、マグルに気をつけてねっていう言葉があります。なので、この言葉の意味も覚えていただいて、ぜひマグルに気をつけながらですね、ジオキャッシングを楽しんでもらえればなというふうに思います。マグルって何かっていうと、ハリーポッターのシリーズを、まあ、読まれたり見られてる方、には、ああ、あれねっていう感じなんですけども、ハリー・ポッターのストーリーの中で、いわゆる魔法使いのストーリーですよね、主人公も含めて。だけど、魔法が使えない人たちは、オマグルというふうに思うんですね。つまり、ジオキャッシュをやってる人たちと、ジオキャッシュっていう存在に気づかない人たちとのギャップってすごく大きいですね。で、ある意味、まあ、ジオキャッシュを知らない人から見ると、変者扱いもされますので、まあ、それ相応の行動パターンを取りながら怪しまれないようにということと、あとやっぱりその中でうまく、僕は割とマグルの人たちと出会ってなんか声かけられるとですね、いや実は宝箱が隠されてるらしいんでなんか一緒に探しませんかみたいな形でこう巻き込んじゃったりするんですけども、はい、一般の人たちの目線と我々の目線違いますので、そこをこう意識しながらですね、マグルの人たちから見られてるっていう、そういう意識を持って探すと、楽しめるんじゃないかなというふうに思います。あと先ほど僕はギリギリ際どいところでやりましたけども、基本的にこれっていうネタバレを上げることは禁止です。ですので、先ほどのログもそうですけども、ありましたとか見つからないっていうところのやり取りはもちろんいいんですけども、ここにありましたとか、ここかっていうことを堂々と写真でこう公開されたりですね、答えを書いちゃうってことは禁止ですよと
という形です。はい、なので、ぜひこのあたりは意識していただいて、自分で見つけたらそっとまた戻すということです。元に戻すときマグリに見つからないようにこうそっと戻すというところも含めて、きちんと、管理していただければと思いますし、やっぱり戻すときはですね、雑に戻す方と丁寧に本当に正確に戻していただく方と大体2パターンあります。で、雑に戻されるとですね、管理した人も見つけられなくなります。なので、設置されている位置をしっかり覚えておいて、見つけると興奮しちゃって、あれどこに隠されてたっけ、結構忘れちゃうこともあるので、まあ、丁寧にですね、場所を覚えておいて丁寧に戻してくださいというところです。あとですね、大きなものは中におもちゃとかシールとかいろいろ入っています。中にあるものは全部じゃなくて、まあ、基本1個かな、1つは持って帰っても大丈夫です。割と記念コインとか入ってたりもします。僕も割とそういう記念コイン系をこう中に入れとくということもあります。はい、なので、まあ、特にお子さんとか見つけたら、あ、欲しいと思うお子さんはですね、遠慮なく1つ選んでいいよ、持ってっていいよみたいな形ですね。はい、で、何か逆にまた入れとくってこともできますので、自分で、こういうのを喜んでもらえるかな、生ものとかそのやめてください。あくまで、割と万人が喜ぶようなものとか、子どもが喜ぶようなもので、まあ、安全なものですね、まあ、そういったものをきちんと入れてあれば、それは、見つけた人が一つ持って帰っていいですよという形になります。はい、あと、大事なことですね。ジオパークは、まあ、自然環境が豊かな場所が非常に多いですので、基本的にジオキャッシュのコンテナを設置するという場合には、防水対応とかも含めると 100% 全て生分解性の、ものを使うことは難しいかなというふうに考えています。ですので、ジオキャッシングを設置するということはイコール、まあ、人工物を自然空間に、まあ、置くという行為になりますので、それそのものの環境負荷をなるべく減らすということを意識しないといけない。まあ、そういう意味で当然ゴミは捨てない、キャッシュもできる限り自然素材を使いながらというところありますけども、ゴミは捨てない、キャッシュは置かせていただくみたいな。で、逆に言うと、まあ、そういったものを置く反面、ジオキャッシングを楽しんでジオパークに行った時には、逆に、まあ、置いてたゴミ見つけたらぜひ拾って帰っていただく、まあ、それで、まあ、トータル、まあ、いい方向に、まあ、なっていければいいかなというふうに思っていますので、ジオキャッシングをやってる人たちはこのゴミを捨てないということプラス、逆に言うと捨ててあったゴミが見つけたら拾うっていうことはかなりやっぱり意識されているところです。言葉としては CITO、 キャッシュイントラッシュアウトっていう考え方がありまして、これイベントの名前にもなってるんですけども、ジオキャッシング の公式イベントって、大きなイベントって CITO っていうんですけども、これはイベントをすることによってジオキャッシュを楽しむだけじゃなくて、みんなで一緒にゴミ拾いもして、その隠したエリアをきれいにしようという、そういった活動 になりますので、ぜひこのゴミを持ち帰る。だから先ほどペンを持ってきてねっていう話をしましたが、あとゴミ袋とかですね、軍手とかも用意しておくと、よりジオキャッシュって楽しめるんじゃないかなと思います。また先ほどのログ見ていただくと分かるんですけど、見つからなくても、それはそれで楽しいです。あとぜひ景色をジオパークに行くことによって得られる景色ってたくさんありますので、ぜひ見つからなくても、まあ、それはしょうがない。特に最初はですね、なかなか見つからないです。ジオキャッシュ慣れないと、30分とか1時間探しても見つからない場合ありますので、ぜひ楽しんでみてください。見つからないことも、まあ、楽しむ一つかなと思っています。あと、まあ、設置する方々は基本的にもうボランタリーに運営されているものなので、設置してくれている人にぜひ感謝していきつつ、あと設置の許可をいただいているもちろん日本ジオパークネットワークの皆さんにも感謝しながらではありますけども、ぜひゲームを楽しむ、ジオキャッシュを楽しむときには、こういったこう設置管理に関わっている方々に、まあ、感謝のメッセージなんか書いていただくと、多分すごいみんなテンション上がるんじゃないかなと思います。で、ぜひ20個、僕もやって、もう多分10年以上やってると思うんですけど、これでもまだ、たかだか50個ですね、しか見つけてないわけですね。なので、結構20個見つけるってすごい大変
です。ただ20個見つけると、まあ、最低限20個以上見つけることによって今度設置する経験値が、まあ、あのいろんなジオキャッシュを体験することによって、設置することができるようになります。はい、なので、この設置するルールも、まあ、いろいろとあのウェブサイトに公開、ジオキャッシュのサイトに公開されていますので、それを見ていただければと思うんですが、ぜひいろんなジオキャッシュを見つけて、あ、こんなジオキャッシングが設置できるのか、ということをあの、まあ、体験していただいたら、時間かけてでもぜひ設置する側に回ると、多分もっと楽しめるんじゃないかなと思います。特にやっぱりあの紹介文とか書くときですね、やっぱり言葉にするってすごくその場所の良さとか、なんでここにキャッシュを隠したのかですね、まあ、そういうこうその場をこうより分析するようになっていくんです。なので実はすごくこう設置する人はそのフィールドをよく見ますし、本当に観察力が上がるかなというふうに思っています。はい、で、ぜひですね、まあ、探すということと、あと隠す、まあ、あの設置するということを楽しんでいただきながら、ジオキャッシングとジオパークのコラボ企画をジオナイトとして、ぜひ楽しんでいただきたいなと思っているところではあります。あとですね、まだこれ具体的にはいろいろと準備が必要だと思うんですけども、今後はですね、このジオナイトをきっかけにしてですね、ジオキャッシングの中でもいろんなこう実はキャッシュの種類があります。で、通常は我々トラディショナルキャッシュと呼ばれる本当にこうちっちゃな宝箱を隠すというやり方ですけども、それ以外にもあのいくつか別な種類のキャッシュがあるんですけども、その中にですね、アースキャッシュというキャッシュがあります。これ実はすごくジオキャッシングとジオパークの組み合わせでコラボしやすいもので、これガイドラインがですね、アメリカの地質学会ですかね、の方でガイドラインが作られていて、やっぱりまあジオパークのようなあの地球を感じられる場所、を、もうキャッシュと見立ててですね、その場所に行くことによっていろんな学びがありますよっていうことをまあ、本当にジオパークが目指していることにかなり近いことをジオキャッシュの中にこう、目的地としてこう設定するみたいなこともできます。でこれあのレビューとかも必要になってくるので、キャッシュ、アースキャッシュという通常のトラディショナルキャッシュとは違うレビューアーが、チェックをかけていくという形なんですが、今後ちょっと時間をかけてですね、ガードラインに乗っ取った形で、ジオパークで学びの得やすい場所というものをアースキャッシュとしての登録を一緒に進められていくといいかなというふうに思っています。またすでにですね、もうこれ10年ぐらい前からアースキャッシュの設置のための Tips みたいなものをジオキャッシュのコミュニティで作られている方がいて、まあ、こういったものをこ うまくこう、まあ、あの事例として読み取りながらですね、ちょっと日本国内のジオキャッシュとしては、伝統的なあの発行宝箱を隠すトラディショナルキャッシュと別にアースキャッシュというものもこう並行して、申請していくともっとジオキャッシュとジオパークを楽しむことができるんじゃないかなというふうに思います。あの過去にいろいろチャレンジされているレビューがボツに来たものもあるということも書いてあったりしますので、ぜひこのあたりはあの今後とも、いろいろとジオナイトの方からもインプットさせていただきながら皆さんと作っていきたいなというふうに思っているところです。今年は、まあ、あのシンプルにそういう意味では、ジオパークに行って、ジオキャッシングでまずは探すっていうところですね。で、ジオキャッシングにこなれたといいますか、もう20個以上見つけてもう実績バッチリの人は探すだけじゃなくて、あ、もう公式のジオパークの中に公式なキャッシュとして設置していいんだということですね。ぜひ我々とコミュニケーションを取りながらですね、いいキャッシュを隠していただけると嬉しいなというふうに思っています。で、もしあの見つけた場合はですね、ジオキャッシュ見つけたよって、あのジオパークの中で見つけたよっていう方はですね、発見しましたというスクリーンショット、これはあのさっきのログでもいいですし、あとはあの宝箱の写真はなしで、こんな景色の中で見つけたよでもいいと思います。ここにあったよじゃなく、ネタバレは禁止ですけども、見つけました
という報告をぜひインスタグラムに投稿していただいてですね、我々のジオナイト.japan、というインスタグラムのアカウントの方でもチェックしていきますけども、ぜひハッシュタグジオナイト英語もしくはカタカナ、まあ、両方入れていただいて、これ入れていただいて見つけたよって報告していただくと多分、ジオナイト japan のインスタグラムのアカウントからいいねとか、シェアとかされていくというふうに思っておりますので、ぜひ楽しんでいただければなというふうに思います。くれぐれもインスタグラム写真載せられますけども、ネタバレだけは禁止というところは念を押させていただきます。はい、締め切りはですね、これを活動そのものは今年からスタートにはなるんですけども、2年間に1回ぐらいこう定期的にアップデートしていきたいなというのは我々ジオナイト側の、意向ですけども、継続的にこれやっていきたいと思っています。なのでまずはこうスタートしながら、ちょっと今後はですね、アースキャッシュとかいろいろ皆さんとこうキャッシュを増やしていきながら、です、はい。で、そういう意味で言うと GPS ドローイングもやってますし、 GPS ジオキャッシングもやってますし、いろんな楽しみ方をこう毎年交互にやりながらですね、継続的にジオキャッシングをジオパークの中で広げていくということをやっていきますので、いつでも空いた時間に、興味のある時間に、もしくは夏休み等々を使ってですね、ジオパークに遠征に行きながらジオキャッシュを楽しむということをぜひチャレンジしていただければなというふうに思っているところです。はい。よいしょ。先ほどのガイドラインを見せていただいたので、ちょっと先ほどのガイドライン、ありがとうございます。コメントチャットもいろいろ書いてあります、はい。そうですね、はい。あ、一応プロの方々からアイテムの持ち帰りに関してのコメントいただきます。10日な1個か1個持ってって1個戻すっていうよりも、そのものがの価値に対して大体同じようなものを入れ替えておくというような形がルールだそうです。ありがとうございます。はい。で、ちょっと残り時間、ちょっとざっとですね、公開、すでに29日でしたっけ、に公開していただいた、行動規範をちょっとざっと目を通しながら皆さんと共有していきたいなというふうに思っています。今回はあくまで、日本のジオパークネットワークと一緒にコラボしていますので、そういう意味で言うと、この行動規範は一応海外のジオパークには該当しないということもちょっと、ご承知をいただければと思います。はい、で、かつ対象地域は今回は6地域になりますというところですね。はい、ジオキャッシングは、実はジオキャッシングみたいなゲームって他にもいろいろあるんですけども、あくまで今回はグランドスピーク社が提供しているジオキャッシングというゲームを前提としてますよということですね。はい、で、まあ、当たり前のことですけども、法律はちゃんと守って楽しんでねというような形になりますし、あくまで、まあグランドスピークの考え方、理念にのっとった形での運営をしていくというところです。例えば細かなところで言うと、ジオキャッシュを隠せる場所って、お金を払わないと入れないの場所、例えば、東京ディズニーランドの中とかは設置できないですね、とかです。いろんな細かなルールがありますが、そのあたりは原則的にグランドスピークのルールにのっとっていきますというところです。で、まあ、ただ具体的にやっぱり隠していい場所っていうのをいろいろこう提案した方がやりやすいかなという議論があるので、まずはジオパーク内のジオパークの解説版とかですね、その周辺、それに関わる柱とか案内標識、まあ、こういったものは割と隠しやすいんじゃないかなという話をしています。また、ジオパークに関連する屋外展示等々ですね、こういったもの。あとは何かあったら、ジオパークの事務局の方に相談していただければというような形になりますが、これ、ここに設置していいんだろうかみたいなことは、ぜひ、プロの方々からご提案いただければ盛り上がるんじゃないかなと思っています。先ほども説明しましたが、ゴミは持ち帰る、キャッシュインタラッシュアウトですね。かつ、できる限り天然素材を使ってほしいと思ってはいますけども、やっぱり難しいところもあるので、特に防水性の確保とかありますので、このあたりはいろいろチャレンジしながらではあるんですが、最小限のプラスチック製品は、
まあしょうがない。でも極力しないようにするというところと、まあ、先ほどのバーターじゃないですけども、やっぱりゴミ収集をセットで行うことで、トータルではあのゴミは減るという方向に進めていきたいなというふうに思っています。はい、あ、ディズニーシーってアースキャッシュあるんですか？あ、今チャットで。はい、ちょっとこの辺後で、あのぜひ、はい。なので、あのそうか。そういう意味で言うと、お金払う場所でもアースキャッシュみたいなところはあの場合には多少例外的な扱いになるんですね。はい、あの次、そうですね。で、ジオキャッシュの設置するのは基本ボランタリーでありますので、設置する権限というか、あの20個以上見つけてルールにのっとって設置している人たちには、設置して終わりにしないで、やっぱりちゃんとメンテナンスしてねと。いうところです。あのなので、ここはあの皆さんと一緒にコメンテナンスしながらですけども、基本設置した人がちゃんと責任を持ってメンテナンスというのが原則になります。あと、もう本当に何かトラブルが起きた場合でも、まあ、みんなで解決していくと思いますけども、まず第一位として、設置した人が対応してねというような形になります。あのこのあたりもあのぜひコミュニケーションしながらあのどんどん盛り上げていければなというふうに思っています。はい、で、サイトの方にも公開していただいたので、ぜひコード規範を見てくださいねということで、今回の、こう活動に関しては、ジャパン、ジオパークネットワークスの皆さんと、あと、それぞれの地域、今回、まず6地域の事務局ですね。とあとは、有志のジオキャッシングコミュニティの中で、今回のジオパークとのコラボレーションであの手伝っていいよって声か手を挙げていただいた、方々にもご協力いただいています。G 社ジオパーク部というコミュニティがあります。これ Facebook でコミュニティ運営してますので、今あのジオキャッシングやられている方々で、まだこのジオパーク部に入られてない方はぜひあの参加していただければ、あのここでワイワイ。ガイガイとやっていきたいなと思ってます。またあの学会としては日本地理学会とあと日本地図学会が、一緒に関わらせていただくという、まあ、こういった形で、皆さんと一緒に楽しくやっていきたいなというふうに思っております。はい、もう一度あの重ねてですけども、北海道、三笠、秋田県の湯沢、千葉県の銚子、新潟県の糸魚川で島根県の沖、そして、ね、鹿児島県の三島機械カルデラ、三島村機械カルデラ、それぞれのジオパークでまずは試験的にこういった活動を進めていくというところになります。はい、で今ざっと説明をして、これでもちょうど8時1時間かかっちゃいましたね。じゃあもう残り時間を使ってですね、よいしょ、よいしょ、ちょっと今、はい、何人か、ありがとうございます。あのコメントもどんどん。はい、ジオキャッシングのプロの方々があのいらっしゃると思いますので、ま、あのジオキャッシングのプロの方々、通称 G 社、社員と呼ばれているんですけども、今、あの僕も見て、今からですね、あのジオキャッシングやってる方々に、あのパネリスト昇進、あの、喋りたくないとかであれば、あの喋らなくても大丈夫ですけども、顔出したくないとかであれば、あの顔出しもいらないですので、あの手を挙げていただければですね、パネリストにあの招待しますので、ちょっとジオキャッシュに慣れてる方々に少しあのディスカッションしながら、あと、ジオパークの方々も、あの俺にも喋らせろという方々とか、質問したいという方々がいたら手を挙げていただければと思います。今、あ、ありがとうございます。プロです。はい、プロの方に来ていただきました。じゃあちょっと、こんにちは。こんにちは、ありがとうございます。お忙しい中急にお呼び出し、ちょっと簡単に自己紹介していただいていいですか？千葉県に住んでます。名前は出てるのかな、あのジオキャッシングの ID はあのトナミゴンっていうのでやってます。さっきもあの糸魚川のキャッシュにもあの自分のログが出てました。はい、あのバイクに乗ってるんでバイクでありながら、なるほど、結構遠征もされてるんです。はい、
何年ぐらいも重化紙をやられてます。何年だろう。7年とかですか、ね、ですかね。今何キャッシュ、あ、見つけたのは発見、ファインド、ファウンドは何キャッシュ ?5000。5000、5000。もう桁違いです。ありがとうございます。心強いです。はい。あと、ジオパック、日本ジオパックネットワークの事務局の斉藤さんにも入っていただいているので、はい。残りの時間はちょっと、作戦会議じゃないですけども、ちょっとこんな風にしたら面白いんじゃないかとか、こういうこと逆にできないかとか、なんか、どちらからでもいいと思いますけども、先ほど僕からも提案させていただいた、まあ、アースキャッシュってすごくジオパークに向いているかなというところと、先ほど、トナミさんからもチャットで書いていただいたんですが、アースキャッシュの場合には、多少有料のエリアでも、ディズニーシーもアースキャッシュ登録されていると。あれはちょっとかなり特殊な例です、ね。特殊な例ですか。やっぱり例外、かなり例外的な形。見ていただくと分かるんですけど、センターオブジアースっていうジオディズニーシーの、はい、アトラクションが作り込みがものすごいんですよ。なるほど。まあでもそうですよね。ディズニーシー行くと本当になんか枕状溶岩とか、そうですね。なんかちょっと異常なぐらいに火山地形にこだわりすぎている中上設備中上設備とか見てなんかアトラクションよりそっち見ちゃうみたいな。そうですね、はい、タモリクラブでもやってましたよ。あ、そうですか。なるほど、はい、なのであれ本当にこう火山を分かってる人が作ってるなっていう、そこ、そうですね、はい、意味、そういう意味では本当にディズニーの恐ろしさを感じましたね。あれ感じましたね。あ、こっち、ちょっと今画面をこっちか見てみましょうか。出るかな。さっきURL つけたんで、ありがとうございます、はい、叩いていけばいけるかもしれないですね。そこですね。ここですね。これで反映検索。これ、これをでも、あれ、出てこないですね。僕は、あれ、これ、有料会員じゃないと出てこないとか、ね。ああ、わからない。僕、無料会員。チャットの方から見てみていただいて。わかりました。チャットの方から見てみますね。チャットで今、じゃあちょっとこれ、皆さんにもこのチャット共有しようかな。よいしょ。なるほど。でも。これを皆様に共有で、僕もこれで開いてみます。これそうですね。有料会員で、お金払わないと。ああ、ダメか。ということなんですね。こういうことなんですね。なので、そうです。ここは結構最近、ちょっとグランドピーク社も、スピーク社も。あれ、これ僕の方でも画面共有できるんでしたっけ？あ、でき、ちょっとですね。ちょっとやってみてください。権限。あ、画面の共有。できますね。あ、はい。パネリストので大丈夫と。で、地形レベルが確か3以上ぐらいだと、プレミアムお金払った日や会社だと見れないとかってあるんですよね。見えてますかね。あ、見えてます。ありがとうございます。はい。こんな感じで、これ、かなり特殊な例なんですけども、プロメテウス火山っていうやつで、で、ディズニーシーの中にありますよっていうやつ。で、こんな、これ、ディズニーシーのやつですよね。そうですね。で、こんなんで。本当にマニアックにちゃんと書いてますね、これ。花崗岩がどうこうとか。ホイホイ。これはそうですね。推定火災岩。通常設備、うん。こんな作り込みがあるんですよね。これ全部作り物です。ですね。はい、ええ、ダミーですよね。ダミーなのに本当によくできてて、僕も壁とかペタペタ触りながら、おーみたいな。子供そっちのけど。お題があるんですよね、はい。最後に。こういうタスクがあって、まあ、いろんなこう、地形の、由来とかを考察して、作った人に送ると、ファウンドをつけられるっていう、そんな風になってますね。ありがとうございます。はい。で、はい、でちゃんとコストも書いてあるんですね。へえ、本当に例外的にこういう場所が。なので、はい。マースキャッシュってこんな形で、よりジオパークを楽しむというか、学ぶアプローチとしてすごくやりやすいのと、逆に言うと、マースキャッシュはあれですよね。さっきの写真を撮って送るっていう形で、その具体的な宝箱が隠されてるわけではないので。そうですね、ものはないですね。はい、あくまで学ぶっていうところが、はい、一つの軸になっていると。は
はい、なので、まあ、両方が組み合わさって、トラディショナルキャッシュとアースキャッシュがこう混ざってるのがいいのかなっていうのを個人的に思ってるところ。何か今のアースキャッシュの話で斉藤さんから何かあの質問とかコメントとかあればいかがでしょう。すごいですね。今のディズニーのところのものがそんなあのリアルなものであるっていうのはあのジオパークやるようになってから行ってないんであんまりあのそういうのがあるかどうかって見たことないんですけど、最近やっぱりこうジオパークやるようになってから目が行ってしまうんですよね。そうですね全然研究者じゃないんで興味もないんですけど、つい目が行ってしまってありがとうございます。でもすごいですね、楽しそうです。いや、なので、はい、学べる場所って本当にちょっと視点変えると実は結構学ぶものも多くて、はい、ジオキャッシングをやりだしてからあのこのリアルワールドにこう一つ上のレイヤーがこうできて、あのなんかじゃ世界の見方がちょっと変わった感じはします。うん、そうですね。なので、まあ、そのあたりあのこんな声出たがるよっていうの、なんでしょうね、これどうやったらいいのかなっていうのはあのまだ我々もこう試行錯誤してるんですけども、まずはこう自由、それぞれの自由な時間を使って自分のペースで行って、どんどんあの見つける人は見つけて、で隠したい人はどんどん隠していく。あの我々の隠す方の今までのジレンマとして、あの冒頭で話がありましたけども、あの基本的にこう黙っておいてるっていうところがそうですね、あるまではそうです本来はあの黙っておいちゃいけないっていうガイドラインではあるんですけども、そこは日本ではほぼ無視されてる状態で、ですから今回のこの、いわゆる公認ってしていただいてるっていうのはとても大きな動きだと思ってます。そのなんか公認されてるっていうことをなんか隠す方のディスクリプション、あの説明の方にもですね、はい、何かこう書くとか、例えばなんかバナーロゴみたいのを作って、これはジオナイトなんとかとかいうのをやったりとかするとなんか盛り上がっていくんじゃないかなっていう。あ、いいですね。そこの何でしょう、定型文じゃないですけども、そう、決まり文句と、まあ、ロゴみたいなのをうまく作るデザインするのいいですね。そう、はい、ちょっとそのあたり、はい、ぜひやっていきたいなと思います。はい、多分関係する団体のロゴを組み合わせながらちょっと配置して作っていくって感じですかね。ちなみにあれですかね、ジオキャッシングって割とそういうコミュニティベースのアイコンみたいなのって特にあるんでしたっけ？なんかあのカエルみたいなキャラクターいますよね。あれはX社が使えるもの。そうですね。コミュニティが使うものではない。ないですね。なるほど。まあ、ああいうのなんかあのジオキャッシングのガイドラインの中にも何かあるはず。あのガイドラインのロゴのガイドラインがあるので、そこ見るとあのなんか改変しちゃいけないとか、あのそういうルールが守った上で使えるっていう風になってると思います。じゃちょっと試作して一回グラウンドスピーク社に投げてみて、こんなの作ってみたんだけどいいみたいな感じにするのが一番良さそうですかね。まあでも基本的にルール守ってればあの OK 取る必要もないとは思いますよ。でも多分あれですよね、逆にグローバルで見てもこうジオパークとがっつり組んでやるって割とやっぱり珍しいじゃないかなと思うんで、あのなんかアメリカだったりあのヨーロッパとかではあの自然公園の中にあのちゃんと公認しておいてるっていう例があるみたいな。なるほど、なるほど。あの同じようなパターンがあるんじゃないですかね。なるほど、うん、分かりました。はい、ありがとうございます。ちょっとその辺は、はい、あのいろいろグランドスピーク社ともコミュニケーション取りながらあの進めていきたいなというふうに思っています。ます。他なんか、あ、どうぞどうぞ。あの、まあ、日本ジオパークネットワークとしても今回、声掛けをいただいて、でまあ手探りですけどまずはやってみようっていうことで、で6地域がまあ賛同してくれたわけなんですけど、あのいろんなこう私の方からなんかこうどういうものをしたら皆さんこう楽しみやすくなるとかね、もっともやっぱりジオパークも知っていただきたいし、またジオキャッシング自体もとっても面白いゲームだと思うんですね。まあ昨年7月に声掛けをいただいて、私その時初めてジオキャッシングって知ったんですよ。でそれから登録して自分でもこう休みのたびにちょこちょこ見ながらですねで今日こうやってあるっていうのを分かったんで、先週のあの3連休全部回ってですね、あの
23個目になりました、ね。おお、すごい、早いですね。素晴らしい。でも、探して見たら面白いですね。もうみんな工夫してあって、もう設置者のね、こう、なんていうかな、こう苦労というか。愛が見えますね。ものすごく感じます。もうそれからもう、なんかこう、こうお菓子のケースとかね、見ても、もうどうやって隠されるようになって、すごく、ね、考えるようになってしまって。でも、そういうその楽しみ方と、あとはジオパークに来て、またいろんな発見があると思うので、その辺をこう合わせて相乗効果ですごくこう楽しいっていうのを、楽しんでいただければいいかなとは思っています。購入していただけるっていうのは具体的にはどういう形になるんですかね。まあ今私の方で設置していいですよっていうか行動規範の中に書いているのは自分たちで管理している場所だったり物だったりするのでその辺りであれば、まあ、特段何かこう許可とかしなくても皆さん自分でやっていただけるかなと思うんですね。まあそれがこれがもっともっとこう広がって他のジオパークも全部やるようになってですね行けばまあ面的にもかなり広がっていくのでその中でなんていうかな行政がかなり絡んでるのが日本のジオパークの特徴なんですけど行政が絡むとどうしてもなんていうか性善説ではなくて性悪説でこう考えざるを得なくなってしまうんで、まあ、それだと何もこう新しいものが生まれないので、で今回はまあジオキャッシング その性善説にのっとってですね、ジオパークの方でも広げていってみようかなって、そんな感じなんですね。今、チャットの方で、ジオパークの事務所のところにも一つ置いとくといいんじゃないかっていうアドバイスが。はい、了解しました。確かにそうですよね。やっぱりこれですっていうのに一回体験しておくとこうやり方も変わってくるというか経験値が上がっていくと見つけやすくなるしもう完全に事務所の中にあるとかいうのもありますね。なるほど。図書館の建物の中って感じ。図書館の事務所の中にドーンってそれはあるとかですね。ほう。でまあそこ行くとその事務所の方もご存知になって、まあ、よく来たねっていうことでやっていただいたりとか神社に行って神主さんに呪文を言うと大きな箱を出してもらえるとかですね。すごい、そんなのあったりするんです。あ、すごい。へえ。そうか、ジオパークだとジオカードもあるからジオカードと交換ができるっていう。うんうん、なるほどなるほど。なんかそういう確かに見つけた人にちゃんとジオカードがみたいな。まあ、そこって子供にとってはすごい盛り上がる要素、ね、うん、ですね。ジトリガーはすでに16箇所、キャッシュが設置されているという。糸魚川。はい、糸魚川ジオパーク。はい。やっぱり。ジオパークに行って、なんかこう、ジオカードを欲しいっていうと、くれたりすることもあるんですよね、うん。全部の地域で配ってるわけではないんですけど、糸魚川は配ってるんじゃないかな。なるほど。ジオカードって知りませんでした。なんか、あれですね。ジオカードって、あ、配ってます。ありがとうございます。ジオカードは、こう、どんどん増えていく感じですか？それとも、割と作って、こう、なんでしょう、大量に印刷しておいて、あんまり更新はしない感じなんですか？何が言いたいかというと、なんか、次の更新の時に、ジオキャッシングの話も、そこにデザインで入ると、きっと面白いのかなとか、逆に。サンプルのカードがですね、こうあるんですけど。あ、はい。はい。おお、いいですね。綺麗な。おお、なんか、キーカードみたいなもの。くすぐられるキラキラ感ですね。あ、あんまない、なるほど。これはどこでもらえるんですか？ジオパークごとに、事務所でとか、イベントに参加したらとかですね、いろんなのがありますね。なんかジオカードが収まるキャッシュとコンテナが、そうですね。そこに入れとくだけでもやっぱり、そうですね。これ名刺サイズなんで入るとは思いますけど。うん、なるほど、うんうん。そういうのも工夫するといいですね。
結構ダムカードとかに行けるじゃん、ダムカード。ダムカードが人気ということなんで。ユケッシャー、ユケッシャーダムカード好きな人多いですよ。多いですよね。やっぱり、結構やっぱりこういう収集する人の、うん、心をくすぐるっていう意味では、ジオカード、あ、でも在庫なくなってるところもあるって、まあでもやっぱり、こう、なくなったらまたどんどん作っていくみたいなところで。石のカードを今作ってる、売られてるって書いて書かれてますね、小林さんが。いいですね。なるほど。なんか、あれですね、これ、長谷川先生に投げるボールなのか分かんないですけど、なんか、地理学会、地図学会とかと共同で、なんか、このジオナイトカード、ジオナイトとジオパークとジオキャッシュのコラボカードみたいな一個限定で作って、こう、あの、手を挙げていただいた今の6地域とかにある程度こう配ってとか、なんかそういうこととか。今見ると、糸魚川がこれですね、はい、こんなカードや、はい、あと、秋田県の湯沢ジオパークはこんなカードだったり。うんうん、なるほど。なんかこの辺、ちょっと予算化して作りたいなっていうのを見て今思ったっちゃったんですけど、地理学会側は難しいですかね。地図学会でちゃう。まあ、あの聞いてみましょう。ですかね、はい、聞いてみましょう。はい。ぜひあのこう、将来、コラボカードまでたどり着けると、それはそれできっと盛り上がるんじゃないかという感じです。で、多分そうすると、あ、じゃあ、うちも手挙げたいみたいにこう、他のジオパークのエリアもどんどん増えていくきっかけになるといいかなって思いました。きっとあの、他のジオパークもすぐ広がると思うんですよ。というか、あの最初にどんな形がいいかを、まあ、みんなで話し合うのに、全部っていうと、今46もジオパークあるもんですから、もう大変な会議をやらなきゃいけないことになるんで、まずはあのやろうっていうふうに言ってくれそうなところに声をかけたら、みんなすぐ乗ってくれたんですね。うん、はい、なので、これから他の地域にも声をかければ、ぐんって増えると思います。はい、ぜひ。そういう意味で言うと、何か我々側からそういった場でお手伝いできることといいますか、なんかそういう流れとしては、かなり事務的な話になりますけども、なんかできることってありますか？あの最初に、このジオキャッシングっていうゲーム自体が、なんとなく怪しそうに見えるみんなマグルの側なんで、そうですね。で、自分でやってみるとですね、もうすっかり仲間に入れる。あのワクワクしながら探してしまいます、ね、その辺をやればすぐにあのこれはいいっていうのに気づいてもらえると思います。はい、なので、はい、ぜひあの必要であればどんどん声掛けしていただければきっと我々も含めて。ありがとうございます。いや、こちらこそ、はい、この輪が広がっていくかなと思ってます。で、一応今日あのこんな形で録画してますので、あの話はカットとかっていうのは後で言っていただければカットした上で YouTube に公開しますので、はい、であのぜひ他のジオパークの方々にも見て、興味のある方に見ていただいたりとか、あと逆にジオキャッシングのコミュニティもちょっと共有しますので、こんな形で進んでますという報告もしながらですね、ちょっと全国のジオキャッシュの、まあ、あのプロの人たちと一緒にやっていくと、あのすごくいい、あのジオキャッシュ天国の日本ができていくのかななんていうふうに思ってます。はい、そうです。他聞かれてる方でも何か質問とか今あれば、残り数分ですけどもいかがでしょうか。だいたいチャットに書いていただいたことは回答しましたか。はい、そうです。一点よろしいですか。はい、どうぞ。古橋さんの最初のあの話の中で、あの世界のジオパークのその中で日本多いんじゃないかって話をしましたけど、あ、はい、今世界のジオパークって44カ国169地域、169カ所っていうかね、ジオパークあるんですよ。はい、で多いのは中国が41で一番多くて、その次スペイン、はい、イタリアと続いて、で日本は4番目になります。なるほど。これは世界のジオパークの数なので、であとはその、まあ、世界のジオパークと同じ基準で国内で認定しているものが日本ジオパークになりますけど、はい、まあ、国内でやってるところって、まあ、あちこちやってるんですけど、あの
やっぱりちゃんとした認定制度を持って、国内の認定しているのは、やっぱり日本なんかかなり厳しく認定しているので、まあ、楽しんでいただけるかなと思います。はい、やっぱり日本、中国、イタリア、スペイン、日本。中国、スペイン、イタリア、日本、ね。中国、スペイン、イタリア、日本、はい、ありがとうございます。で、かつ日本は国内認定も非常に多くて、こうルールもしっかりしてるっていう。そういうふうに自負しております。なるほど。いやー、勉強になります。はい。今、チャットで、インバウンド系の、はい、誘客、見込みますか。はい。ジオキャッシングの強みだと思うんですけども、すごくグローバルのユーザーが多いので、まあ、先ほどの説明のところにも日本語、英語とか、まあ、大体先に英語書いて日本語っていう順番が多いんですけども、英語、日本語っていう形での説明で、僕もやっぱりジオキャッシングやってると、かなりの確率で外国人に出会います。で僕も海外に行った時にもジオキャッシングありますし、で今、まあ、コロナ禍でなかなか観光がちょっと難しいところであるんですが、コロナが落ち着くと、またインバウンドとしてジオキャッシュをする外国人の方々がどんどん日本にまた来られると思いますので、はい、インバウンドの見込みはすごくあるんじゃないかなというところですね。はい、なので、はい、相当期待していいと思います。僕の体験でも、やっぱり日本、もともとジオキャッシングのドキュメントとか資料ってほとんど日本語なかったんで、英語だけだったので、日本の昔からやってるジオキャッシングの人たちにもほとんどやっぱり英語慣れしちゃってるところがあるんですよね。なのですごくコミュニケーションも、まあ、僕から見てすごく面白いというか、日本人と外国人の方がごちゃ混ぜでコミュニティできてるなっていうところ、日本に住まれてる外国人の方も結構がっつり活動されてる方いますし、あと今あるのがキャッシュ国っていうサイトってまだあるんでしたっけ？キャッシュ国はもうほぼ やめちゃったんじゃないかな。やめちゃったのか。はい。たまになんかオフィシャルショップを構えてる方がいて、結構外国の方でお店、オンラインショップとか持ってるんですけども、はい。日本の国内でも外国人の方がお店持ってたりしてたんですね。はい。なので、はい。まあそういうこう、海外の方とコミュニケーション取るときの一つのこうネタとしてジオキャッシュって使えるんじゃないかなと思います。はい、なので、まあ、そういう意味で、日本語 の説明は書けるけど、英語、英訳難しいっていうところは、逆に多分うちの学生も含めて結構お手伝いできるところかななんていうのは、今、こうやり取りして気づいたところですね。今もう、DeepL とか使うと、そうですね、ほぼいい感じに訳してくれる。はい、DeepL とかかなり精度高いです、ね。はい。なので、そのあたりの、そうか、ノウハウ、英語、あと、ま、専門用語ぐらいですもんね。ディープレールとか、自動翻訳機能を使ってる。うん、そのあたりの、こう、チェックとかを、なんか、うまく効率よくやる方法とかを、まあ、ガイドラインとか作っておくと、きっといいのかな、というふうに思いましたね。なるほど。ありがとうございます。はい。という話をすると、あとで、そうですね。もう、数分で、予定の8時半になりますが、はい。特に今までのところでの質問も大丈夫そうですので。今、皆さん何人ぐらい聞かれてるんですか？今ですね、20名弱ぐらいです。さっきマックス22名ぐらいだったか、というところです。学生さんが多いんですかね？いや、多分ですね、学会、日本地理学会、地図学会、あと、ジオパークの方々と、ジオキャッシングの方々は案外今のところ少ないかなという感じがあります。うん、はい。ただ多分 YouTube とかで公開すると結構多分皆さん見られるんじゃないかなと思って、はい。最近ちょっとジオキャッシングがお金が入ってるとかキャッシングっていう言葉があるので、はい、うんうん、お金が入ってると勘違いされたりとか。そうですね。あと TikTok でしばらく前に結構まあ、いい表現かよくわかよくいい表現じゃないかもしれないですが、荒らされた時期が。そうですね。はい。なので、まあ、そのあたりのところでは、コミュニティも少しずつ変わってはきてはいるんですけども、うん、はい。そうですね。ジオキャッシュ、でも、がっつりやっぱりやられてる方って、とはいえ、なんでしょう。大人な方っていう感じがすごく
するんですか。そうです、あの、はい、結構あの、なんだろう、インテリ系の人が多い気がしますよね。そうですね、はい、なのですごくそうジオパークって聞いてもピンとくる方が、まあ、やっぱり多いんじゃないかなというところで、学生がジオキャッシング知ってるかというと、ほとんど僕授業でジオキャッシング知ってるって質問投げかけても、まあ、ほぼ 100% 知らないですね。はい、なのでそのあたりで言うと、やっぱり今そのさっきの TikTok でちょっとバズったところがあって、少しあの若い人にもあの共有されてるのかもしれないんですけども、はい、ほとんどやっぱり学生は 言って気づくっていう感じはあるんですけども、はい、あの逆に言うと、そういう学生とか若い、人をこう引き込むっていう意味で結構ジオキャッシュが使えるかなという。若い人はもっと楽しいことやればいいんじゃないですかね。なので割と僕最近地域のそのこう地方創生みたいなキーワードで、うん、せっかくだったら楽しいことやろうよっていうので、あのその地域の高校生とかと一緒にジオキャッシングどこに隠したら面白いかっていうのを授業でやってたりしますので、うん、はい、まあ、そんなところも含めて、あの結構そのみんなが食いつく一つのネタとしてはすごく強みがあるんじゃないかなと思ってます。はい、というところで、ありがとうございます。本当にお忙しいところお集まりいただいて、あのいろんなあのご意見等を含めて今後何をやっていかなきゃいけないかも共有できたかなと思いますので、あの引き続きあのジオキャッシング、まあ、僕も本当に日々楽しんではいますけども、これをきっかけにまたジオパークにどんどん足を運びながら、あの何か所か自分のメンテナンスできる距離感のところには設置しようかなというふうに思っております。はい、では、今チャットでも書いていただいたんですけども、ちょっとこれ、あ、小倉さん、ありがとうございます。あの、小倉先生、はい、皆様にチャットって、あの、チャットの宛先を皆様にしないと多分。ああ、ごめんなさい。すみません、今変えます。はい、あ、画面でもこっちで。じゃあ、締めの画面にいきます。よいしょ。ではですね。はい、よいしょ。まあ、ジオナイト今回、ジオキャッシングとジオパークという形で、前回が GPS アートと GPS ドローイングですね、という形ではありますけども、まあ、あの、いろんなご意見もあるかなと思いますし、ぜひ、今後とも、まあ、年に1回、多分、あの、今年は4月に予定通りできたので、来年もまた4月にやろうかな。来年はまた GPS ドローイングに第2回目やろうかなと思ってますけども、毎年1回、4月の第1週のどこかで、こんな形でイベントをやっていきたいと思っておりますので、ぜひ今日ご参加いただいた方、あとこの動画を見られている方、アンケートにご協力いただいて、ご意見をお寄せいただければというところです。チャットの方に、Zoom のチャットの方にも、小倉先生の方からあのこの URL が共有されていると思います。はい、ちょっと1時間半をびっちりやってしまいましたが、本当にありがとうございました。一度、長谷川先生にマイクを返しつつ、ぜひ楽しんで、ジオナイト、ジオパーク、ジオキャッシング、あちこち遊び回るといいかなと思います。あ、ジオキャッシャー、あ、今、ジオキャッシャーの方いた。あ、はい、録画見ますと。はい、ありがとうございます。ということで、長谷川先生、今しゃべれますか？残り2分です。はい、はい、あの、古橋先生、どうもありがとうございました。いえいえ。本当にジオキャッシングとあのジオパークでうまく相乗効果で今後、この展開がうまく発展していくといいなと思います。はい、またあの地理学会や地図学会にもちょっといろいろ共有してカードとか、そうですね、カード作りましょう。ぜひぜひ。あの、ええ、はい、ぜひあのそっちの展開もあのできればと思いますので、引き続きよろしくお願いします。はい、ありがとうございました、はい。はい、本当に皆さんありがとうございました。では終了します。ありがとうございます。ありがとうございました。